さあ今日もやっていきましょう。今日なんですけども、こちらこれ見えますかね、これヤングココナッツなんですけど、今日はこちらのココナッツを使ってフクロモモンガにココナッツジュースを作っていこうかなと思います。それではやっていきましょう。いやこれめちゃくちゃ楽しみにしてまして、このココナッツを買った時からもうずっとねワクワクしてたんですけど、今日はとうとうこれをやりたいと思います。それではやっていきましょう。はい、ということで昨日の動画なんですけど、ハムスターの動画ね、まあ、見てない方はちょっと申し訳ないんですけども、正解はココナッツの果肉を揚げていたということであります。はい、ということでねやっていくんですけど、ココナッツの皮がね本当に硬くて、特になんていうんですかね、あの中の層にあるめちゃくちゃ硬い皮っていうか殻みたいなやつが本当に切れなくて、ちょっとねココナッツスープを外に出してから皮だけをねさばいていく方法にしました。さばいていくっていうかもう叩き割っていくみたいな感じでね。まあなんやかんやで、試行錯誤したら蓋を取ることができまして、まあ、ちょっとね南国風のジュースっぽくしたかったので、この蓋の部分に穴を開けてストローを刺していこうっていうね、作戦でやってました。そうで、このワインオープナーがね本当に優秀で、これがあったおかげでもう一発でストローがもうぶっ刺さりましたね。本当にちょっと言葉の表現が悪いんですけど、すごい簡単にストローで穴を開けることができました。はい、でこんな感じでね、完成ということで、すごいめちゃくちゃインスタ映えでしたね。はい、ということで早速ミミコにあげていこうかなと思うんですけども、僕これ本当に楽しみにしてて、フクロモモンガってこの南国の生き物なんですけど、南国の生き物がね南国のものを食べたり飲んだりするっていうのがもう本当ロマンがあるじゃないですか。でしかも日本じゃなかなか見れないでしょ。それをまあ僕のチャンネルでこのスタジオで再現っていうかちょっとその実現できるっていうのがすごいワクワクしてて、あのね撮っててねもうねめちゃくちゃ興奮してました一人で。やばいやつね。はい、ということでね、まずはちょっとココナッツの匂いを覚えてもらいまして、美味しいものがあるよっていうのをね、教えてあげたんですけど、そしたらね早速ねちょっと行動に移してましたね。これねほらココナッツから顔を出してる。いやめちゃくちゃ可愛いですねこれ、たまんないですね。でしばらくしたら自分からねこうしてココナッツに寄ってきてくれまして、なんかね言葉出んわ。で飲みそうだったんですけど、ここからねちょっと排泄をしてしまって、まあ泣く泣くちょっとそのシーンはカットしたんですけど、そこからね一旦僕の方に手の方にこう登ってきまして今の状態になっているって感じなんですけど、やっぱりね初めてのものなんでちょっとまだ認識しきれてないんですよね。なのでここで、秘密兵器ミルクの粉をちょっと足しまして、まあよりココナッツのジュースが甘くなるようにっていうのと、知ってる味があるよっていうことで匂いもあるよっていうことで教えてあげたら、ようやくねこうしてひょっこり走ってくれまして、言っちゃいけないこと言った気がするけど、まあいいか、ひょっこり走ってくれまして、ココナッツを飲んでくれましたね。あーこれかわいい、本当にかわいいですね。うん、そして嬉しいね、何より嬉しいですね。うん、よかったよかった。でしばらくそのミルクと一緒にココナッツのねスープを飲んジュースっていうかジュースを飲んでくれまして、ココナッツを楽しんでくれたっていう感じですね。うん、で脱毛もねこれ見えるかな、ほんのちょっとね坊主にした野球部の部員がちょっと毛生えてきたみたいな感じなんですよ。だからねちょっとその
おけけが生えてきてくれたことに対しても僕はちょっと嬉しくて、まあ脱毛してようがしてまいか関係ないんですけど、それがねすごい嬉しかったですね。ココナッツの栄養もね、毛が生えてくる元になってくれということで今日の動画は終わろうかなと思います。あ、そうそう、果肉もね食べてくれました。美味しそうにしててね、すごい買ってよかったなって思いましたね。では、夜の成長日記クロニクルでお会いしましょう。またね、バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた2個目ではまた。